クオリカの社名はクオリティ・フォー・インダストリアル・コマーシャル・アドバンテージという英語のクオリティからそれに続く単語の頭文字から作られております。 Q クオリティ U ユーザーオリエンテッド A アドバンテージ、 L リガリティ、 I イノベーティブ、 C チャレンジ、 A アジリティ。クオリカ業態としては小松様の業務アプリケーションを作ってきたというナレッジを生かしながら、小松様以外の製造業または流通サービス業、他のお客様にサービスを展開しているという会社になります。以前はですね、約2年から3年の開発期間でっていうのが主流でした。でもここ最近っていうのはやっぱり約1年以内には、受注してからサービスをしてくれという案件が多いんですね。一時期は大型プロジェクトっていうと何百人が集まって開発するっていうのが主体だったんですけど、ここ近年はロケーション関係なく開発をするっていうスタイル、まあマルチサイトで一つのプロジェクトをコミュニケーションを取りながらやるというような形の開発で単納期を実現しているっていうのが多いです。オフショアニアショア、このマルチサイトで品質を作り込む時点でのコミュニケーション不足による不具合とかがですね、相手の振る舞いを知らないがために思い込みで作り込んでしまったこと、ここについて品質が保証できない、最後のリリース直前で大きな問題が起こってお客様に迷惑かけるっていうことから、品質を作り込む段階からその品質を高める努力をすればそれが発生が少なくなるというふうに読んだので、 CA のサービスバーチャリゼーションにあって、相手がどのように作り込んでいくかっていう仕様だけを聞いて振る舞いを真似させて、各社マルチサイトにデリバリーをして作り込む段階からあたかもできてるかのように使う、これで品質を高めてかつお客様にサービスを早く提供するアジリティの向上っていうのを狙うプロセスを作りました。デブオプスと呼ばれている世界ですね。開発と運用を一体化してお客様により品質の高いかつ市場に負けない、お客様自身がアドバンテージがあるというところで、適切なサービスをリリースしていくというために使いたいというふうに思ってますね。クオリカの社風は自分たちに合うものであれば新しい技術を積極的に採用し会社の付加価値を高めていこうという文化があります。スピード感を持って対応できる SI やサービスバーチャリゼーションだけではなく SOA プラットフォームであるとかアジャイル開発、さまざまな、新しい技術、これを投入して先進的な技術をお客様に提供したい、今までの古い技術とか今までの古いプラットフォーム、いくらトータルコストを削減しようとしてもトータルコストは下がりません。ここにはもう限界が来てると思っていて、さらに革新的に変えていってですね、会社に今まで以上貢献するように私たち社員も頑張っていきたいという形で思っています。